今日は Z31 の2000です。2000のタンといっても、あの後期の ZR と違って VG の20ですね。まずインジェクターの作動点検です。難しいことを考える前に燃料ポンプです。Z31 の続きなんですけど、インジェクターをエンジン調子悪いけどなんとかかかってたんで、インジェクターを点検したりとかしたんだけど、最後に燃料の圧力を測ったら低かったんで、まあ、燃料ポンプが原因ということで、インジェクター全部作動したんで、あの燃料のストレーナーとかに引くホースの間にこのゲージをかまして点検するんですけど、今回はかかってるから燃料ポンプ原因かなと思い込んで作業していたんで、普通最初に燃料ポンプなんか調べるんですけど、最後になって余計な手間がかかってしまいました。プラグとか、手すりのキャップとかいろいろ見たんですけど、最初にポンプを見とけばよかったなという結論になりました。これタンクを下ろすのは大変、タンクを下ろさないとポンプ交換できないんで、また次回。あ、追加の補足です。今回このインジェクターのこの奥についてるんですけど、まあ、直接電源で動作チェックとかして、点火のチェックとかも全部したんですけど、今回一番時間がかかったのは、
クターのコネクタについているピンを飛ばしてしまってプラグの上に落下してしまったんですね。で、まあ、そのままにしとくとまずいしインジェクタも固定できないんで、これを取るのに狭いところにこれが入ってとても苦労して、これが今回一番時間かかった作業です。